はい、どうもこんにちは。ドラマサです。今日、スプレーガンのご紹介しました。まあ、これ、パフォーマンススプレーガン。これでもいいガンなんですよ。とても良かったです。まあ、こっちゴミですからね。これ旧型なんですけど、これは正直、ネタなんでこんな作ってよく売ったよな、みたいな。そんな感じなんですけど、まあ、今思えばなんですね。当時はでもね、画期的だなと思いました。でも正直、映像出してます。こちらの。メインチャンネルの方で、こちらの、これを使用した映像を出してるんですよね。その時も、まあ、使い捨てという感覚、DIY の方とか、プライベートの方とかがいいのかな、っていう風なお話はしたと思うんですけども、しかしね、今回に関しては、この、まあ、プロ用としてもとても、第一線を張れるような、優秀なスプレーガンなんですね。で、まあ、この内容というか、メインチャンネルの方を見てください。で、まあまあ、こういう製品なんですわ。付け替えができて、まあ、排気が簡単にできるよっていう製品なんです。まあ、簡単に説明しますと、塗り終わりました。ここ外します。で、ここの上蓋を取って、まあ、この中塗料入ってるとしてね。まあ、これだけ全部捨ててくださいよって。これと、これだけ残ってれば、全然使えますよって。全然使えますよねな。これを捨ててくれれば、もう、次回ね、またこれを買って、使えますよって。まあ、いろんなね、こう、用途があると思うんですけど、これ正直プロだとなかなかね、コストパフォーマンスがね、いろいろ大変だと思うんですよ。お金かかるんで、これもタダじゃないんで。全部タダじゃないんでね、やっぱりいきなりお金にこう結びついてしまうんですね。ちょっとプロ向きはプロ向きなんですけど、結構儲かってる会社とか、あとすごくこう品質基準にうるさい会社、あとそのまあね、環境にこうすごく気にされてるね、一流の企業の方はすごくいい商品だと思います。でもね、その辺の町工場にはあまり向いてないかなっていうのは、うちなんかその辺の町工場なんで、全然ね、ちょっと贅沢な感じですね。うん、まあそうも言ってられないんですけどね、環境はいろいろね、法律の方は厳しくなっていってますので、法律の方は遵守しなければなりません。そしてね、今回ね、まあ 3M、これ全然案件でも何でもないんですよ。で、この 3M のパフォーマンススプレーガンっていうガンなんですけど、まあこれは先ほども申しましたけども、メインチャンネルの方できっちり紹介はしておりますけども、正直これを、3M のね、営業の方にまあ相談したんですよ。YouTube 出してもいいかと。紹介してもいいですかって。まあそしたらやめてくれと。はい。やっぱりこう、会社がまあアメリカなんですよね。アメリカなんで、基本的にはその日本のこう基準で物事を決められないそうなんですよね。まあはっきりしたことはわかんないですけど、その営業さんがそういうふうにこう、まあ苦し紛れに言ったのか、そこら辺っていうのはちょっと僕もわからないんですけど、まあ、基本そのトラブル、無用のトラブルをお互いのために避けるために紹介するのはやめてくれと。うん。まあでも使ってみてね、なかなかいい商品だったんで、私は今回これを紹介いたしました。という話なんですけど、まあ 3M はね、こう 3M ジャパン？日本の方？昔は住友でしたよね。うん、まあ、紹介するなっていうことなんですよね。まあ、それで紹介されてる方が少ないのかな、多分。そういうふうにこうね、お聞きしたらダメだって言われたからしないのか、そこら辺はちょっとわからないですけど、結構でもね、メーカーさんでそういうのがあったりして、コバックスさんなんかも多分、村松さん多分ダメだと思うんですよ。オービタルサンダーっていうサンダーね、まあ、あれ使い方間違って紹介してるんで、多分そういったところだと思います。要は個人がね、勝手にこう、正しい製品の正しい使い方を紹介しない可能性があるんで、多分企業様はダメだっていう風な言い方を多分すると思うんですよね。特にアメリカっていうのはね、一字一句こう、合わないと多分ダメだと思うんですよ。表現の仕方とかね、伝える雰囲気とかって、そういう意味で紹介するなって、してもらいたくないっていうことを多分言って、たんでしょうね。まあそういう取り決めがあるんだと思います。うん。
まあ、いろいろやっぱりこういった工業製品というかね、ちゃんとした製品、また大手の会社なんで、いろいろやっぱりうるさいんですわ。簡単にね、私たちがこう、好き勝手使って紹介するっていうわけにはいかない。まあ、許可は出ないと。勝手にどうぞと。あなたの基準で、それあなたの感想ですよねってやつですよね。うん。まあ、だから僕の感想なんですけど、これはいいですよ。これはゴミですけどね。ということでした。まあ、でも、多分ね、プロよりもこれはプライベートの方に私はおすすめしますね。うん。すごく逆に、清潔に使えるのかな。そんな気がしますね。まあね、外してしまって本当廃棄するだけというか、ここを取ってしまえば、これまあ塗料が入ってる状態で、まあ、あとは廃棄すると。こいつとこいつさえ用意しておけばね、また次回これを買ってね、まあまあ洗浄もできますよ。うん、これも洗浄は何回かできます。もう洗浄するのも嫌だっていうような人がいたらね、これも廃棄すればいい。そんな感じでね、使ったらね、これいいガンだと思いますよ。ちょっといっぱいあってね、何がどうとか全部確かめてはいないんですけども、はい。一番ね、細かいものを使いました。一番細かいものを使ってちょうどいいかなぐらいな感じでしたね。私の感覚でしたね。これ以上大きなものは必要ないかなと。で、まあ、吹き付けた映像とかもね、メインチャンネルの方に上がってるんで、もし気になる方いたら、ちょっとご覧になってみてください。結構おすすめです。おすすめはおすすめです。はい。間違ってね、旧型絶対買わないように、偉いことになるんで。完全こう、マイスターが、じゃないと使いこなせない系かもしれません。サフェーサーとかだったらいいんですけどね。仕上げになるとちょっと難しいかもしれません。はい。まあ、そんな感じでちょっとね、ご紹介しましたけど、まあ、アメリカが大変なのか、3M さんが大変なのか、ちょっとよくわからないですけど、まあ、私の勝手な意見でご紹介しました。以上、村松でした。ご視聴ありがとうございました。また次回動画でディスりましょう。